明人言うと今今日のエンゼルスですね、はい、何をするかというと、はい、ダノームだったら何でも取れるんじゃねえ、はい、何でも取れるに決まってんだろい。前回、まあ、こちらの動画ですね、はい、大の大の大好評をいただきましたので、はい、第2弾をやっていきたいと思います。ありがとうございます、ね、本当に今回ちょっと投げるのは前回のその動画のコメント欄であったものもちょくちょくつまみ込んでるのでちょっとじゃあ紹介していきましょうか。はい、のものね、はい、1個目バレーボール相棒といっても変わりはない。小金ポンコツみたいなね。そう、綾鷹でーす。茶道具には綾鷹みたいなとこありますからね。ありますね。次キャップでーす。おい、なんでそんなもん選んだんだい。ちっちゃいからこれどう取るのっていう話ですよね。いやいや、どう取るのとかじゃなくて取るんですよ。取れたらすごい、ほんとに取れたらすごいとかじゃなくて取るんですよ。サングラスでーす。近いのサングラス投げてっていうコメントもあったので。あったね、あったね。投げてみようと思います。次シャボン玉ー。はい、よーちょっともう僕が適当に考えたんですけど、適当なんて言うの、シャボン玉をこう来た時にこう優しくね、世界一やるかいと言われてるシャボン玉を優しく包めます。いやー、これ楽しみですね。水風船、イエーイ。これね、これ危ないね。これはヒヤヒヤしますね。今日最高気温6度だよ。あ、そうなんだ。大丈夫。高級パイナップルです。そうなんだ、そんな時が、イエーイ。トゲトゲしてる。どう投げるのがまず正解なの。このままいったらって。このままはきついだろう。まあ、痛みに耐えながら作動部なら何でも取れると。うん、まあ、痛くないかな彼なら。痛がらないかな彼なら。君は違う。あ、僕違いますよ。君は誰。おい、じゃあ今まで俺誰と話してたんだよ。果たして何個取れるかという検証動画でございます。何個取れるんだろうね。いや、彼なら全部聞かないですよ。全部言ってほしいね。いや、シャボン玉はやばない。シャボンがちょっと強敵だね、彼。そうだよね。それではやっていきましょう。せーの、最高。おいと、何黄昏れてんだよ。おい、ゆうと、おい、何やってんだよ、おい。チャック下ろして。早く下ろして。うん。女の子の目してくれ。第1球目はバレーボール行かせていただきたいと思います。ではさらっと行きたいと思います。ここはさらっとね。バレーボール。まあ何も言うことはないですよね、もうこんなん。何も言えねえ。次はこのあやたかを投げていきたいと思います。あやたかだ。待って、2個目にしてもう異質。2個目にしてもう異質なんだけど。形がいびつ。取ったことないです。さあどうだ。力が取れるか。さあどうだ。ああ。いきます。1球目、あ、相手が投げます。頼む。おー、さっき近いは取れてなかったもんね。いや、これ一般じゃ難しいですよ。結構マジでちょっとだけ難しいです。なるほどね。取れたの。いや、すごい今の。素晴らしい。え、水浮いたらこれ何？どういうスピード投げる？怖い、マジ怖い。え？怖いどれぐらいかいくよ。一回、一回、一回ってね、これぐらいでいい。最初の近いのバレーボールぐらいで。僕わかんない、見てなかったから。こいつにやらせないで。水風船の挑戦です。ごめんないと。それでは水風船いきたいと思います。お願いします。いかんね。いくよ。余裕です。いなしてるね。でも、うん、いなし、ちょっといなしたけど、うん、あの爪は立てなかった。素晴らしい。あのいなしが大事だよね。確かに投げる方も怖かった。じゃあこれ僕が怖い投げていきたいと思います。全然いいっすよ。ダメな流れですね。非常に良くない流れが来ました。じゃあいきます。ダメ、怖い。
あれですよね、しかもこのサングラスに対して結構思いやりありますよね。だって撮影をね1年間、いやもっとか、一緒に共に、でも、まあ、監督役、うん、やってる時は月岡一郎、はい、使ってたんで。佐藤さん、佐藤さんお願いします。携帯取るね。これがサングラスいきます。今まで聞いたことない音だったね。チャッチャッ。サングラスがあってもう入り込んでる。シャッ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 。さあ来ましたよ、最難関。これだよ、ゆうと選手、これですね。先代が殺されてきたシャボン玉だ。これ爆発するらしいですから、割れたら本当に概念があるのか。このサボン玉に。そっからですよね。さあ、先代の悔やみ、苦しみを君の右手で果たすことができるのか。シャボン玉が来ることを待つスタイルですね、俺は。あ、両方で芝生ダイブだ。おお、すげえ。これはすごい。おお、回した。回してる、回してる、回してる。お、逆回しもいけるのか。うわー、いきます。シャボン玉の挑戦。うん、来たね。お願いします。来たね。お願いします。僕らポンコツライダーズ、シャボン玉の挑戦です。新しいタイプの動きだ。心配すいませんでした。残念に。さあ、シャドウどれでもあんのか。これ視聴者さんの勝ちっていうことですね。そうだね、シャドボン玉と言った人がね、これは言った人が勝ちだ。でも最後あるから、まだ。そうです、最後の強敵を取り取ったらドローだから。そうですね。見てて、ね、どうしたんですか。加速限界。怖い。もはやなんか動体視力の勝負だったじゃない。今のはもう確かに、まあ、技術と経験が上回ったということでキャップを。素晴らしい、うん、ちょっと待ってください、うん、こっちで撮ってこうやってる、同時に包み込む。え、君誰？ AD。 ちょ、マネージャーだからさ、この子だから外してって、この番組から。今の言ったじゃん。ちょ、もうさっき言ったら、なんで外してんの。チーフが言うなら、まあ、次からちゃんとやって。チーフが、まあ、チーフがいなかったらどうなって。おかしい、分かった。チーフがいなかったらやばいかんね。そうだ、行きますか。じゃあ最後です、ね、どこをどう取ればいいんだよ。なんかその草の部分が上に来たらもう負け。刺さるから 100% で穴があるんですよ、ここに。そうだから、下のこれは見たい、非常に。いくよ。さあ、帰ってこい。俺だ、帰ってこい。これ取るからマジやばい。任せろよ、全国の茶道部キッズ。頼むよ、茶道部アダルティ。そんな取り方があったんだ。そこだったんだ。ファイナルプロにはこういう取り方があった。
え痛いっしょ。痛いです、めちゃくちゃ。恐竜の歴史に名を刻んだよ、また100億年もある。100億年痛いよりびっくりが勝ったわ、今取れたんだっていう。でも、入ってたもん、もうすごっ、来たもん、こいつからお疲れ様でした。お疲れー、シャボン玉機材全部取れたということで。そうだね、まあ、だからその視聴者さん対俺みたいな形になるんだったら、まあ、ドローぐらいのレベルなんじゃないのかなって思いますけど。まあそうだね、パイナップル取ったもんね。パイナップル取れたし、第3回のためにこの動画のコメント欄にもぜひ茶道部に取れないんじゃないかという、ものをコメントぜひ。いいね、取れるものじゃない、取れないんじゃないかじゃん、ね、取れちゃうから。そうだね、そう、そうそう。それではこの動画がいいと思った方はチャンネル登録コメント、茶道部すげえじゃん。 AD はもう帰れよ。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー、じゃあねー。今日も見てくれてありがとう。いろんなものをコメントしてみてください。明日の動画は大人気企画、強豪校誰でもできるんじゃね、爆笑オンザヒットパレードペンペン。